ということでですね、今日もですね、政治家女子48等関係なんですけれども、ちょっとね、いよいよですね、これ、何らかの答えが、何かしらの答えがですね、出そうな、そんなね、日付になってきましたね。で、今日はですね、立花隆がですね、ついに刑事告訴されたのかって、そういった話なんですよ。しかもこれがですね、もう誰も予想できない、全然ですね、意外なところから刑事告訴かってね、そんな話です、今日は。で、まずね、ちょっと始めていきたい。ここから行きたいんですけれども、これが今ちょっとね、話題になってるんですよ。何かっていうと、はい、これ。これね、大津さんのツイート、これなんですよ。なんかね、なんて読むのこれ。羽化転生って言うんですかね。ちょっと読み方僕分かってない。学がないんでちょっと分かってないですけどね。羽化転生って言うんですかね。で、そこにこれね、写真が添付されてるんですけれども、それが、はい、これ。こんな感じ。まあ、大津さんがなんかリュック背負って、スニーカー履いてこんな感じなんですよね。で、これポイントが、右上。桜田門駅って書いてあるんですよね、これ。地下鉄の桜田門駅。だからね、これ、東京の桜田門といえば、そう、これが警視庁とかね、警察庁があるところなんですよね。それで今ちょっとね、話題になってるんですよ。まあこれね、すぐ横には法務省とかもね、こんな感じ。こんな感じで、この赤いところが警察庁、そして右に警視庁があって、で、下はもうちょっと法務省とかですよね。まあだからね、いろんな省庁が並んでるんですけれども、ただ、さっきの写真、あれをあげるんだったら、やっぱりね、法務省とかだったら、霞が関だと思うんですよね。それが、わざわざね、桜田門駅だから、そこから一番近いところ、そして桜田門って言ってイメージするところっていうと、やっぱりですね、警察なんですよね。だから、大津さんですね、まあ、警察庁か警視庁、多分警視庁だと思うんですけども、そこにこうね、弁護士に書いてもらった告訴状を提出しに行ったのかなって、それをですね、アピールしてるのかなって、そういったことだと思うんですよね。まあこれね、勝ち筋がある告訴なのかどうかっていうのは分からないですけれども、そういったことをアピールした写真じゃないかっていうの言われてるんですよね。で、まあね、これ立花さんは今ですね、執行猶予中なんで、あと一つですね、刑事事件で有罪になったら収監されてしまうわけですけれども、まあそこにこれをツイートしてですね、プレッシャーをこう立花側にね、かけてるってことだと思うんですよ。だからここもですね、大津さんちょっと言ってることを矛盾してるんですよね。自分はですね、こうね、大津さんは粛々と告訴をするだけと言いつつも、こうやってですね、写真とかアップして、こうちょっとプレッシャーかけるとかそういったこともやるんですよね。ちょっとやらしいですよね、やっぱね。で、そしたらですね、これね、今度は立花さん側にちょっと違ったね、報道があったんですよね。全然これがですね、また違った方向から、そんな立花さんにちょっと報道が出ました。これがですね、刑事告訴がですね、別のところから出たかもしれないって、そういったニュースだったんですよ。それがね、こんな記事でちょっと、記事のタイトル見たらね、一瞬びっくりしたんですけれども、まあ、ちゃんと読めばね、あれなんですけれども、これ記事のタイトルこんな感じ、これ。旧 N 党党首、立花隆に対し、被害届提出、性的暴行の、えって思うじゃない、思いません？僕、えって思ったんですよ。立花さんが性的暴行したのかと思って一瞬びっくりしたんですけれども、まあ、本当にやってるか別としてもね、そんななんかニュースが出たのかなと思ってびっくりしたんですけれども、被害届提出、性的暴行の被害者女性が、立花氏に相談したら、ネットで晒された。あ、ちょっと安心したんですよ。そう思いません？これ。あ、なんだなんだ、そういうことね、つって。でも一瞬パッと文字だけ見たら、えって思っちゃうんですよね。あ、しかもこれね、これ、ニュースポスト7ですけれども、こんな感じ、これ。だから結構ね、この、今日のニュースの一番大きいみたいな感じで出てるんですよ、これが。そして、さらにこれ。これ見てください、これ。読まれてるランキングですけれども、1位に来てたんですよね。まあ、直近ですけれども。結構だから読まれてるかもしれないって感じなんですよね。で、これがね、どんなニュースだったのかっていうと、肝心の内容なんですけれども、これね、今からちょっとね、どんなニュースが報道されたか、これ、まず紹介していきますけれども、とりあえず皆さんね、怒らないでどんなニュースだったか、ちょっと聞いてってください。これちょっと一部読んでいきますね、こうあります。その渦中の立花氏に新たなトラブルが発覚した、警察担当記者が語る。この4月に、ある女性が立花氏に名誉を傷つけられたなどとして、千葉県警に被害届を出し、受理されたのです。党内のごたごただけでなく、こちらの対応も大変になるのではないか。何が起きているのか、本誌週刊ポストは、当該女性の関係者から詳しい話を聞くことができた。女性を A 子さんとしよう。ってことで、まあ、A 子さんが被害者で、その A 子さんの関係者っていう人からこう、話を聞いたとね、本人ではないんですよね。で、その関係者がいいのはこう言ってます。A 子さんは3年前に妊娠し、中絶することになったのですが、それがある男性による性的暴行によるものだったそうです。悩んでる時に立花さんがその男性を批判していることをネットで知って連絡したところ、立花氏から弁護士を連れてくるから資料を持ってくるようにと言われ、会ったそうです。ところがやってきたのは立花さんとスタッフの二人だけ。その場で話をして言われた通りに詳しい経緯などを記した資料を渡したものの、それきり弁護士を紹介してくれることはなかった。って言ってんですよね。で、なおかつですね、その後、立花さんはですね、
彼女から得た情報をネットで勝手に言ったりとか。で、一番まずいのは記者会見で、なんかね、この記者会見ね、動画でね、生配信してたと。その時に、そのですね、被害者女性の実名まで言った。で、この記事には書いてあるんですよね。あとですね、女性が渡した資料ってのは、立花さんはね、返してくれって言っても返してくれないと。そんなことも書いてありました、これ、記事に。で、さらにこうあります。A 子さんは暴行事件で苦しんでいた上に、信用してプライバシーにかかることを相談した相手から、そんな仕打ちを受けたことで、すごいショックを受けて、しばらく何も考えられなかったようです。最近ようやく少し落ち着いて、今回警察に被害届を出すことにしたそうです。ってあるんですよね。で、これですね、一応ね、ニュースポスト7ですけれども、まあ、週刊ポストでもいいですけれども、千葉県警にね、問い合わせをしてみると、だこれね、週刊誌が千葉県警に問い合わせしたと。そしたらこれね、まあ、当たり前なんですけれども、個別の案件にはお答えできませんってね、言われたそうです。で、さらにこれですね、こう週刊ポストが、本人のね、被害者の A 子さんに、こうなんか電話かなんかしたんでしょうね。聞いてみたと。そしたらこれはね、警察に受理されたことは事実だけれども、詳細は言えない。というふうにね、答えられたっていうね。まあ、これもやっぱ当然ですよね。で、その後ね、今度ね、なんとこれ、立花さんにも電話をしていて、で、電話したら立花さんですね、被害届が出たことは知らないけれども、そういった相談があったことは自分は覚えてるみたいで、立花さんが、はい、覚えてますよ、それ、なんだか変な女性だなというのを、っていうのを覚えてるそうです。だから、相談に乗ったんだけれども、なんか変な女性だったんだよねっていうのを覚えてると。で、ただですね、生配信をしてる会見で名前を言ったかっていうと、それはね、言ってない。全く身に覚えがないっていうふうに、週刊ポストセブンに答えてるんですよね。そしてさらに、立花さんが、女性が訴えてるんだったら、全く問題ない。虚言癖っていうか、男性に暴行されたと言ってる人でしょ?その子が、その子の名誉を毀損したって言ってるわけね。はいはい、了解です。で、まあなんか余裕な感じだったって感じですよね。といった記事が、まあ出て結構読まれてるってことなんですよ。で、まあどうなんだろうってことなんですよね。でもこれね、立花さんが本当にですね、生配信で女性の名前を言っていたらですね、おそらく過去動画かね、まあ、その動画がなかったとしても、どっかに過去ログとかありそうじゃないですか。そして、まあ、全部そういったね、動画自体がなかったとしても、絶対ね、見てた人が多数いるわけじゃないですか。だから、要するにこの件って言うと、白黒ですね、つきやすい疑いで、まあ、逆にだからね、いいんじゃないのって思いましたね、個人的には。で、まあ、こういった報道が今日出たんですよ。そしたら、もう分かると思うんですけど、何が起こったかっていうと、そう。やっぱりね、立花さんが即ですね、それについての動画を出しました。もう、YouTuber の鏡ですよね。で、これがですね、ちょうどね、そのなんか、週刊ポストの記事かなんか見たときに、丸山穂高とね、一緒にいたみたいで、丸山穂高にね、説明する感じで動画が出ましたね、これ。生配信でね、反論してました。こんな感じです、こんな感じ。これ生配信だったんですけれども。で、まあね、やっぱりというか、立花隆の言い分では、まずね、もうね、最初の方に速攻で言ったんですけれども、週刊誌に電話して、出版社がね、これ、小学館だったみたいで、でね、即ね、小学館を提訴しますって言ってました。もうしょっぱなにそれ言ってましたから、これね。で、なんでもね、これどういったことが起きたかっていうと、立花さんの説明ではこれですね、2年ぐらい前の出来事だそうです。で、2年ぐらい前に立花さんに夜中にですね、女性からね、電話がかかってきたと。多分これ立花さんね、電話番号を一般公開してるからだと思うんですけれども、で、そのね、女性が言うには、ある男性に3ヶ月間ぐらい軟禁されていて、まあなんかね、レイプされたってね、そういうね、相談の電話があったと。で、女性が言うにはですね、その被害届をね、千葉県警に出してるけれども、その相手にね、今ね、なんか、被害届を出したらですね、その相手の男性かなんかにこう攻撃されてるから、被害届をね、やっぱり取り下げたいと。そういった感じで、再度ですね、千葉県警に夜中にね、電話をしたそうなんですよ。その女性がですね。そうしたらね、その電話で対応したね、千葉県警の人ってのは、なんかね、立花さんに相談してみたらってね、言われて、それで立花さんに電話したって言ってきたらしいんですよ。で、まあね、この女性が本当にね、千葉県警とかに被害届出してるかどうかとか、電話してなかったら本当かどうかわかんないけれども、一応ね、その女性が言っている加害者の男性っていうのがですね、これ。なんとこれが、立花さんもよく知っている男性で、そして立花さんが言ったのがですね、立花さんの言葉を借りると、皆さんもよく知っている一般男性って言ったんですよね。まあ女性がね、出した名前がそういった人だったと。だからね、まあね、本当にその女性がね、警察に電話してるかどうかわかんないですけれども、まあね、立花さんにゆかりがある男性だったから、まあ一般男性って言ってますけれども、皆さんもよく知ってる一般男性。そして立花さんはすごいね、なんか関係がある一般男性ってことだと思うんですよね。だからね、立花さんにゆかりのある男性だから、もしかしたら警察がですね、その女性との話の流れで、立花さんの名前とかをね、出したのかも、ですよね。まあとにかくね、立花さんはそんな感じでね、ことの経緯ってのを話してました。で、これね、YouTube ライブだったんですけれども、それでこのね、女性がね、言っている、まあ、本当かって言ったらね、全然ね、また別なんですよ。ただね、こう女性が言ってる男性ってのは、そしてね、立花さんが言っている、
皆さんも知っている一般男性っていった男性は誰かっていうのがね、チャット欄とかですごい話題になってるんですよ。で、これがなんかね、パッと見た感じで出てたのがなんかね、横山みどりかとか上杉隆かとかいろいろ出てましたね。まあ、でもなんかね、上杉隆だったら一般男性ではなさそうですよね、今もね。ただね、これ、議員とかで今回ね、議席を失った。だから議員とかで今回落選して一般の男性になった人ではあるかもしれないですよね。それでなんか皆さんもよく知っている、以前は議員だったとかしたら有名じゃないですか。だから皆さんもよく知っている、今は一般男性っていう風に、これ、立花さんがそういう表現したかもしれないですよね。で、これですね、すごいのがこれね、立花さんですね、わざわざ、このね、夜中に電話してきた女性のために、だから電話してきた人ですよ。電話してきた女性のために、わざわざね、女性が住んでる場所、多分ね、女性が住んでる場所だと思うんですよ。千葉県の流山市に行ったそうです。多分ね、電話来てそのまま行ってんじゃないですかね。それで女性にね、直接会って、いろいろね、話を聞いた。そして、資料も預かったと。ただ、どうもこれね、具体的に立花さんね、何がとは言ってなかったですけれども、女性が嘘を言ってるように思えた。なんかだから言ってることが本当かなって感じがしたんだそうです。そう思ったと。っていうね、まあそういった出来事があったっていうのに立花さんから説明がありました。でもね、皆さんちょっといいですかこれ。僕はこの話を聞いてですね、立花隆史偉いなと思っちゃったんですよ。なんかね、これ。もしかしてこれね、野じ馬根性とか自分にね、有利になる情報が得られるかもと思って言ったのかもしれないですけれども、まあね、それにしてもですね、わざわざね、夜中にそんな電話かかってきて、それに出てですね、で、わざわざ女性のところまで行ってですね、直接話を聞いてるっていうね。しかもこれ、2年前ってことですから、その時ね、これ、立花隆史ってのは、国政政党の代表だったはずなんですよ。それで、この動きってすごいなと思ったんですよね。逆に僕はね、この話を聞いてそう思っちゃいましたね。だって今ね、これ、皆さんね、知ってるかわかんないですけれども、実は今ですね、私は国政政党の党首なんだって名乗ってる女性で、で、同じ党のですね、副党首が会いたいって言っても、私が会いたいと思わないから、会わないとか言ってる人がいるぐらいですからね。それぐらいですからね、なんかね。それと比較したらね、もうすごくないですか、これ。いや、ひいきなしに、ほんとそう思うんですよ。多分これね、大津さんだったら、あ、言っちゃった。うん、多分これね、大津さんだったら、いや、夜中だし、ありえないじゃないですか、って言ってね、それでまあ終わってると思うんですよ。ありえないしって言って、まあ会わずにね、終わってると思うんですよ。間違いなくね、そう思うんですよね、これ。やっぱりね、これね、だからこう、やりたいことしかしないのって、僕はね、仕事じゃないと思うんですよ。僕はだからね、そんなやりたいことしかやらないっていうね、そんな人にね、こう、税金とか使われたくないなって思っちゃうんですよ。あ、でですね、さらにあとね、立花さんが言ってたのが、今話したですね、立花さんのこのね、週刊誌の記事の件ですけれども、明日ですね、言うかもなって言ってたんですよね。それ何かっていうと、どこで言われるかっていうと、ここで言われるんじゃないかっていうのが、これです、これ。これ、大津さんのツイッターですよね、これね。記者会見のご案内ってことで、明日のですね、5月10日の13時から14時に記者会見をやるって言ってるんですよね。で、出席するのが、党首大津彩香、幹事長黒川敦彦、党首秘書広志って感じなんですよね。まあ、なんでね、ここに秘書って書いてあるかわかんない。普通、秘書とか書かないでしょ、ここに。まあ、秘書広志って書いてるんですよね。で、もしかしたらね、この記者会見ってのは、警視庁に大津さんが言ったことと関係があるかもしれないですよね。それとも関係なくですね、なぜ明日なのかについては、これね、最近ですね、何度もね、話題に出している、丸山穂高副党首がやる気を出しているですね、政治家女子党の総会がですね、そうなんですよ。明日、5月10日にあるんですよね。だから、大津さんたち側っていうのはですね、その総会の前に、だから、立花さん側のね、そっちの総会の前に当てて、記者会見をですね、開こうとしてるって感じなんですよね。まあこれね、まずね、間違いなく、立花隆史をですね、刑事告訴しましたって発表になると思ってるんですよ、僕は。あとですね、ちょっと気になるのは、今度はね、記者会見に同席する弁護士とかが、前のですね、弁護士始めて半年の人とかとは違うと思うんですよね。だから今回ね、もし刑事告発、立花隆史をね、刑事告訴しましたって発表だったら、そこにやっぱね、弁護士も同席するわけじゃないですか。それが、最近ですね、何度か動画で紹介している、高野隆史法律事務所の小松弁護士と、あげつま弁護士になるのかどうか。この人たちが、だから大津さんのところに横にいるのかどうか。それもちょっとね、個人的にね、気になるんですよ。あ、だからこれ。これが、小松弁護士ね。そして、もう一人これ。これが、あげつま弁護士なんですよ。これ、見てください。あげつま弁護士。腕組んでるし、もうだからね、自信あり。今回のね、刑事告訴、自信ありって感じなんですよ。間違いないって感じでね、そんな感じなんですよ。まあこれね、僕が勝手に明日の記者会見で、これね、刑事告訴したってね、記者会見じゃないかって思ってるだけですからね。実際、これ、刑事告訴のね、内容があるかどうかって言ったら分かんないですよ。だから僕はそう思ってるっていうね。まあ、とにかく僕はですね、それがあるんじゃないかっていうのと、弁護士ね、誰が同席するんだろうって気になってるって感じなんですよね。あとこれ最後ですけども、これついでの話ですけどもね、これですね、立花隆史と丸山穂高のね、YouTube ライブの中で出ていた話としては、
これをですね、訴えるとは言ってなかったんですけども、出ていた話っていうのが、最後ですね、立花さんがマリアン・ホダカにね、説明した話の一つに、大津さんがですね、立花さんに許可をもらいましたって嘘をついて、NHK との職員からね、もらった個人情報のリストの話出てましたね。だからあれですよ、こう、自分のね、選挙区で、どの家がですね、NHK 撃退シールを玄関に貼ってるかがわかる、住所録、住所リストを大津さんがね、不正に入手した話出てましたね。だからね、そのね、住所のリストがあれば、その家ですね、選挙の時に個別訪問すると、効率的にですね、投票してもらえる確率、この確率が結構上げられるリストってことなんですよ。これを NHK 党ではなくね、政治家女子党の大津さんは、本当はね、もらえないはずの情報だったんですけれども、立花さんからね、許可をもらいましたって嘘をついて、NHK 党の職員からそのリストをね、不正なやり方で手にしてしまってる。で、そういう話をしてましたね、立花さんが。で、それはですね、個人情報ですから、もしあれだったらね、刑事事件になる可能性もあるって言ってました。これは多分ね、大げさじゃなくて、本当にね、その可能性あると思うんですよね。もうだからですよ、これ。みんな、前科者になるかもしれない。っていう感じなんですよね、大津さんもこれ。だからね、立花隆を訴えるんだったらね、もちろん大津さんだって、訴えられる可能性っていうのはぐんと上がるでしょうしね。あ、だからこれですよ、これ。この映像ですよ、これ。いやー、登場人物濃すぎるから、本当にみんな癖者で、本当やばいやつじゃないですか。もう誰が刑務所に行くか死ぬかみたいな話をしてて。最後笑ってましたね。あーって笑ってましたね、おつさんね。だからね、これね、自分はそこに入っていない。自分のことをね、癖者だとは、みじんもですね、思ってなさそうな大津さんが、本当にね、素晴らしいなって思いますよ。本当にね、才能の塊っていうかね、すごいなって思います。うーって言ってましたもん、最後とかね。すごいなっていうね。まあだからね、大津さんね、笑ってますけれども、それ、ひろしさんもね、笑ってますけれども、なんかね、ここ4人いましたけれどもね、4人のうちの2人ぐらいは刑務所にまで行かなくてもね、犯罪者になる可能性っていうのは、全然ね、あるんじゃないのかなって思っちゃったりするんですよね。まあこれね、今後がね、楽しみって感じですよね。はい。ということで、今日はね、こんなところでございます。